現実の誰かが俺をここに。ってことはこいつは俺をどうしたいんだ。おい、来たぞ。見えてるよ。まずは座って。やはり来たね。だけどもう驚かないよ。ここまで来られた羊がそう簡単には死なないだろうしね。第12問です。次に生まれ変わるとしたらまた人間でいいですか？どっちだ。こっちかな。なるほどね。そっちを選んだんだ。さて、一応言っとこうか。もし次の試練を抜けることができたなら、その先はカテドラルだ。正直、あんたがそこへ足を踏み入れる可能性はもはやゼロじゃない。鼻からそのつもりだ。それより覚えてるかい？前に話したこと。聖なる頂の先へと進む者には真の自由への道が開かれる。もしそうなったら、あんたはどんな自由を望みきだい？どんなって、なのとっくに決まってる。何が大事なのかやっと分かったんだよ。いろいろあって迷っちまったけど、今はそれを手に入れる自由が欲しい。だから俺はこっから出なきゃなんねんだ。そうか、じゃあ急ごう。この階層はまだ先があるからね。難問エリアはまだまだ続く。エリア途中でルートも選べるので、登りやすい壁を選んで進んでいこう。まだまだ続くって感じだな。けど行くしかねえ。 Commencing Area 3. Are you ready? Got it.
Edge. I got it. Pause. どうするってこった？
got it. Right, I got it. Right, I got it. Edge. Undo. Undo. Edge. Whoa! All right. できた気がするよ。ここで商売してた羊、闇に落ちてったの見たよ。マジかよ。多分貯めたコインが重すぎたんだろうな。すげえ量のコインと一緒にキラキラ光りながら落ちてってさ。こう言っちゃなんだけど、まさに星になった感じだったぜ。結局金で命なんか助からない。登るしかないってことだよな。ここの山はまさに人生だよ。綱渡りで細い希望にすがって落ちたら負ける。だけどこれで分かったんだ、生きる意味をね。生きる意味？僕には生かされている理由しかなかった。だけど僕はここで必死に生きている。それはただアンナに会いたいからだ。生きるなんてシンプルなことさ。だから僕は登る。僕は何もできない僕じゃない。未来をつかむことのできる男だ。また会えることを信じてるよ。ああ、お互い気合い入れていこうぜ。また会えることを信じてるよ。ああ、お互い。出張もまた会うんだろうな。誰とだ？出てった嫁だ。あいつの方から出てったんだぜ。商売に失敗した俺を見捨ててな。それを今になって戻りたいとか、どんだけ舐めてんだって。裏切ったあいつが悪いんだって、そう思ってねえと一人の部屋には帰れなかった。ここであいつの泣き声がずっと聞こえて、本当は分かってんだ。買ってやってたのは俺の方で、あいつがいないのは俺のせいだって今さらやり直そうなんて言えねえよ。情けねえ。情けなくなんてねえよ。ここじゃつい余計なことばっか喋っちまう。忘れてくれって。どうせ嫌でも忘れちまうか。取り戻してやる。見てろ、取り戻してやる。必ず取り戻してやる。おい、大丈夫か。奪ってやろうなんて思ってねえんだ。ただ好きで、自分じゃどうしようもなくて、それが罪で、これが罰だと言うなら甘んじて受けるしかねえな。大丈夫か。行くさ。悪いな、グダグダ言って。ほら、あんたももう行けよ。行くさ、行って決着をつけないとな。浮気男がここに来るみてえな噂も聞いたが、不思議だったんだよな。俺は少なくとも妻が生きてる間に浮気なんぞしなかったからね。今の女狂いのせいかね。え？妻と似たところが一つでもあれば誰でもいい。髪型とか声とか何だっていいんだ。失ったと思いたくねえんだな。もう6年も前のことなのにな。犯人の消息は不明のままだし、疲れてた。これで死ねると思ったよ。でもあんたが死なさないんだもんな。お人よしというかおかしなやつだよ。さあもう行こう。お前さんにもらった命は
できるだけ大事にしたいしな。後で会えたらまた会おう。ああ、絶対の約束だ。はあ、さあもう行こう。ああ。